はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはトロフィーバッジ、どのキャラを取るのが優先かっていうのを、ね、やっていきたいと思います。多分気になってる方いらっしゃると思います。どのキャラからやればいいんだろう、実際にわからないですよね。自分の持ってるキャラ、この中でどれからやればいいんだろうって。だってトロフィーもバッジもすぐにやろうと思ってやれないはずなんで、同時進行はできないじゃないですか。じゃあトロフィーはこれとこれ一緒にやろうって言って順々にやってるとすごい取るの遅くなっちゃうわけなんで、はい。で、今回ですね、トロフィーとバッジそれぞれね、優先度が高いキャラを上げていきたいと思います。よかったらね、皆さん最後までぜひご視聴ください。はい、それではね、やっていきます。まずですね、この、キャラ数、総キャラ数から見ましょうか。はい。トロフィーとバッジそれぞれ、どこに必要なのか、簡単な話をします。まず、金バッジの話。をするならば、サブリーダーにして設定してるキャラ、普段サブリーダーにしてるキャラを絶対やりましょう。まずこれ1番。これが1番ですね。2番以降はまた変わってきますが、1番のキャラ。まずサブリーダーのキャラ。で、トロフィー、剣士リーダーサブリーダーですね。トロフィーに関しては剣士リーダーサブリーダーにしてるキャラたち、を全部トロフィー D1、D0 狙いましょう。はい。トロフィーが、やっぱ自分の固定してるキャラ必ず引きますんで、まずはこれ。ここまでは必ず。もうこれはもう当たり前のことなんで、ご存知の方も多いと思います。はい。で、次からですね、次から本番っていうかあれだけど、どのキャラをね、が取った時に、恩恵が大きいかって話なんですけど、虹バッジとかいう話になっちゃうとね、またちょっと話変わっちゃうんであれなんですけど、じゃあ虹だったらこいつ優先だよっていうキャラも一応上げときましょうか。はい。虹バッジを取るつもりならば、アーチャー魔法は普通に優先高いです。かなり強いです。一応今回ですね、表すのは、D1、とバッジ、D0 ね。取った方がいいキャラ。もちろん全部取った方がいいですよ。当たり前ですけど。全部取った方がいいんですけど、その中でも優先度が高いキャラをね、上げていきたいと思います。はい。でですね、では次。太っちょ剣士。このキャラはですね、金バッジ、トロフィー装備、かなり変わります。本当に止まらなくなるんですよ。ゴブリンの金バッジとかも全然強いですけど、太っちょ剣士とかね、こっちの方はね、もっと止まらなくなるんで、おすすめです。かなりおすすめです。で、スライム、こいつも超おすすめですね。こいつはですね、もともと、最初はね、剣士を止めるって役割から、ちょっと時間を稼ぐって役割があるんですけど、ここからね、トロフィーを取ったりとか、金バッジ取ったりとか、すると、止めるじゃなくて倒すって役割に変わるんで、もうかなり強くなります。はい、そしてスケルトンですね。スケルトン、こいつ特に金バッジ必要。ないとこいついらないです。アビス系するか、金バッジス系以上するか、金バッジ以上スケをするか。それがないと、いらないです。で、このキャラもね、ステータスがものを言うキャラなんで、しっかりがっつりね、D0 も欲しいぐらい。で、リザードマン、このキャラも金バッジあったことですね。このキャラも金バッジがぜひ欲しい。で、もちろんオークも欲しいですね。で、ニコスは基本的に欲しいですね。オーク、バサカも欲しい、猫も欲しい。ここら辺はやるならば全然欲しいですね。ただね、サイとかはね、微妙かな。で、ペンギンも今の環境は何とも言いませんが、もちろん金バッジあったら強いですね。で、銃剣士は絶対欲しいと。で、マリオネットも欲しい。カマキリもあったら嬉しいですけど、カマキリはね、そこまで金バッジは優先度高くないです。金引かなくても、飛んだら飛んだで、ダメージ出してくれるし、スキルタイムがあるんで、金バッジあろうがなかろうが、結局でスキル打たない時間はあるんで。で、メデュー、マタンゴ、マメハーピー、ここら辺はね、スキルありきのキャラたちなんで、金バッジは欲しいですね。先にバッジの方が今話してます。そして、ヌポポもね、個人的には金バッジあった方が嬉しいですけど、優先度はね、他のキャラ優先でもいいかもしれないですね。マイマイとかもバッジなくても全然頑張ってくれますね。ゾネス、こいつは金バッジ欲しいですね。こいつやっぱスキル、スキルなくても通常でもダメージ出してくれるんですけど、スキルでね、一発逆転するキャラなんで、こいつもやっぱ金バッジがあるかないかで話変わりますね。アシュラも同じ。デビルも同じ。デビルに関しては、死神の釜で、即勝頑張って狙ってほしいので、こいつ通常攻撃マジで弱いんで、こいつも金バッジありきですね。で、止まんなくなります、金バッジで。ケルベもね、金でかなり変わるんですけど、こいつはね、金引けなくても全然頑張ったらくれるんで、はい、ケルベは週ぐらいかな。ビートル、このキャラはですね、何があっても金バッジをってそこフルにしてほしいです。パンダ、こいつパンダの金バッジもマジで強かったっす。結構おすすめ。そしてネズミアラレは普通にバッジなくても強かったっすね。で、ゴス、こいつは金バッジなくて弱いっすね。金バッジは AB1 ないと弱いキャラ。ベビー、こいつもね、スキルありき泣きまくったら本当にやばいキャラなんで、こいつも金欲しいですね。そして、ここら辺はね、上の方は別にいいかな。ヘジホも金欲しいですね。こいつもやっぱダメージ受けて発動する系の金バッジはマジで欲しいんですよ。ただね、ウサギは弱いんでね、別にバッジ動向じゃなくて、やんなくていいかな、みたいな感じなんですけど。で、バイク、こいつもやっぱ金バッジで D0 ですね。こいつは特に。金バッジ D0 があるかないかで、大砲を打ってくれない変わりますし、性能がかなり変わるんで、かなり欲しいかなと思います。そして、まあいろんなキャラがいる中で、まあカエルとかも金バーチあったらすごい強いですけど、カエルが弱いからなって感じなんでなんとも言えない。チビホは金バーチ欲しいですね。こいつね、バッチによってね、大砲の確定数変わったりするんですよね。で、剣士ワンパンしたりとかもするんで、マジで強い。やっぱ飛びまくったらね、本当にクソゲーされるんです。チビホはね、スキンバッチやるとマジでやばいと思う。カニですね。こいつもやばい。で、まあ、グリはやるならば、金バッチで三角にした方がいいなって感じですけど、そもそもグリ自体が何とも言えないので、まあ、そこまであれかなって感じ。で、ハチやコング、シャーク、ここら辺も金バッチありきかな。まあ、あとは三角カタパするために金バッジを引くのもありだし。まあ、他にもね、いろいろいますけど、まあ、ここら辺かな。4コスはね、そこまでね、バッジなくてもいいかなって感じなんですよ。バッジなくても全然それだけの活躍はしてくれる。エルフの金バッジとかマジ強いですけど、別に金バッジなくてもね、エルフはエルフの仕事もしっかりしてくれますんで、結局2体しかいないから、やっぱりキャラ数が多い方が大事かなって思いますね。はい、まあ、大型は基本的に固定してるならば全部金バッジ取りましょう。はい。で、次ですね、トロフィーですね。もうサクサクやります、今回。今回ね、もうほぼ多分遠くだけですけど、サクサクやっていくと思います。はい。D1 とか D0 が欲しいキャラ、ね、これもサクサクいきますね。太っちょ、スライム。あとね、今は弱いんだけど、将来的にはポックル。今は弱いんで、別に今はやらなくていいと思います。で、スケルトン、リザ、オーク、バサカ、猫。で、獣剣士、マリオネット、そして、まあ一応ね、ハーピーの D0。で、ヌボボ。ゾネス、アシュラ、デビル、ケルベ。ビートル、パンダ。で、ベビーですね。ベビー。ヘッジホック。バイク。そして、まあ、どうしようかなって感じだけど、まあいいか。一応、魔導がですね、今、環境的にはまあまあの性能かなって思ってるんですよ。まあ、アビ魔導は強いですよ。アビじゃなかった場合、まあまあかなって思ってるんですけど、まあ、修理やっぱね、11にするだけで性能がマジで変わる。3から6、まあ、修理6回がね、8回に変わるんで、マジで強いですね。で、カニ。で、8。コング。シャーク。シャークに関してはトロフィーまだね、D1 出てなかったかな、確か。まあ、今後っすね。取っといた方がいいですよ、絶対に。こいつステータスありきなんで、こいつも。で、カタパルトですね。で、ディーゼルのクレフラもやばいですね。で、チビドラ、こいつもね、ステもともと高いんで、もともとね、高ステータスのキャラはさらに伸ばしてあげると本当にやばいかなと思います。で、エルフの D0。バルキーの D0。あれ、トロールどこ行ったトロール。あ、いた、トロール。ごめんなさい、さっき金バッチの時も言って、金バッチの時言ってなかったかもしれない。トロールも欲しいですね。で、じゃあ何を基準にね、話してるかって話なんですけど、まあ、大型とかもね、バールとか、ボールとか、ゼウスとかね、欲しいんですけど、じゃあ何を基準に話してるかって話なんですけど、まず、バッチ、さっきのね、バッチに関しては、金バッチによって進化を発揮する。金バッチがあってこそ、やっぱスキル連発の機会が生まれるとか、それによってすごい強くなるってキャラが、まあ、結局スキル発動が一番メインかな、金バッチの強さは。で、トロフィーなんですけど、トロフィーは何目線でやってるのって話なんですけど、まず第1位は、範囲攻撃が増す。範囲が増す。これが一番強いです、本当に。攻撃の範囲が増すが一番やばい。で、範囲が増すが一番やばくて、で、2つ目に、例えば、トロールのおならプラス1回とか、クレフラのカウント減少を吐き出しづらいとか、そういうのが強いんですよ。で、またこのですね、ハーピーの快音波の成功率が上がって、発動率も上がるのかな、確か。そう、とかね。そういうのが強くて。で、その下に、まあ、ステアップがあるわけなんですけど、ただのステアップっていうのが、ステアップはパワーアップか D0 で、パワーアップがあるわけなんですけど、範囲が増すことで何が変わるかっていうと、ダメージが0か100かの違いが生まれるんですよね。もともとじゃあね、100ダメージを入れてました。で、それが、じゃあパワーアップして、スキルが当たれば 120% ダメージが入りますって。おー、そんな上がるのが強いな、欲しいな。じゃあ範囲攻撃はどうなんですかって。もともとこの範囲、巨大な範囲で 100% ダメージ与えます。ディーゼルを取ると 110% ダメージに増加して、ああ、でも 10% しか上がんねえのか、範囲が広がります。なので、もともとダメージが0だった範囲に対しても 110% 入りますってことなんですよ。これが本当にやばい。やっぱ範囲が増す。まあ、範囲増すのは全部威力も増すんですけど、範囲が増すが一番強いです。なんでね、そこがおすすめでございます。そして、まあ、あとは特殊な効果ね、さっきのクリフルのあれとか、おなるの回数が増えるとか、そういうね、特殊な効果も、全然パワーが高くて、まあ、強いね、効果なので、よかったら、そちらも選んでみてください。こんな感じですかね。今回ちょっとね、サクサクサクっと話して、まあちょっとね、この動画をね、普通に無編集でトークだけで久々に出そうかなと。まあ、最近文字打ったんですけど、多分文字ごちゃごちゃしちゃうんで、その代わり分かりやすく要点まとめたと思いますんで。こんな感じでね、伝わればいいかなと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね、皆さんチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。